はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、ちょっと僕結構前から気になってたことがありまして、この強敵解雇、今36分の33なんですよ。これ36分の36になったら何かしら起こるんじゃないかと思って、あ、ちょっと待って、キャラランクちょっと上げさせて、今回ちょっと、ジョーゴですね、ついに最後の、ジョーゴの75000、そちらにちょっと挑んでみようかなと思います。はい、あ、てか今日はあれだ、派遣ちょっとしまった、派遣、まあいいか、とりあえず行こう、とりあえず行きます。はい、こちら75000のジョーゴに挑んで、完全クリア、はい、やったらどうなるのか、ちょっとやっていきましょう。ジョーゴ、さあ行くぞ、エクストリーム2、これ勝てるかな。いやー、ここね、正直やばい、厳しいと思う。戦線離脱2人以下でクリア、戦線離脱を0人でクリアしないといけないんだよな。 10は多分いけると思うね。幻か、そう、おっこつくんがね、でもおっこつくんは回復のためにいるから、少なくともおっこつくんは入れる。いやー、でもこうなってくると、いやー、でもね、これ、いや、回復のためにおっこつくんいるな、むずいなこれ。ゲトより、まあ五条先生でしょう、こうするでしょ、まずで、こっから回復はまあナナミンやってもらって、受けるダメージを減らすのは学長がやってもらう。でも、もう一個受けるダメージ減らしてほしいな。そうなってくると、おっこつくんをこれダメージ受けるやつ、いやー、それか、必殺技貯めるやつにしようか、こうしようか。いやー、難しいな。こうでいいのかな。いやー、難しい。いや、でもこれ以外必殺技貯めて、で、おっこつくんので、まず防御力を上げる。で、回復もやっぱりおっこつくんだけじゃ絶対足りなくなるから、ナナミも入れる、残滓も入れるってなるとこうなるんだよね。で、五条先生の紫で全てを粉砕する。よし、じゃあこれでいこう。75000どうかな、引きつけ、最悪、いや、パンダは意味ないんだよな、全体攻撃だからな。もうとりあえず初手に、もうもちろん防御力上げるやつをやります。でもこれどうかな、いけるかな。まあ、とりあえず残滓使って能力上げする。いや、まだ能力上げなくていいのか、これ4ターンでしょ、4ターンか、4ターン、1回打つで2ターン経過する、1回目はいいのか。とりあえずここキックでいいか、まずキックする。で、ここもとりあえず通常攻撃で防いで合わせろ、リカまず初手打ち、いや、磁力込めてリカ、そうだね、まずは最初通常攻撃でいきましょう。はい、うん、で、五条先生も、2ターンまでしか重複しないらしいので、まあ、こんな感じ。まあまあ最初はね、もう意味ないですよ、こっからいっちゃってもダメージはさ、いや、強い、やっべ、危ねえ、マジで危ねえ、これよかった、ちょっと運よかった。で、ここで、回復する、合わせろリカ、いや、打つ必要、いや、でももう正直最初で打ってよかったな。で、ここで、あと何ターン、領域展開が何ターンだ、書いてないんだけど、あと何ターン、いや、まだいいよね、見ててごらん。まあでも正直もう楽しくなってきたでいいや、もう正直通常攻撃しても意味ない、だったらずっと楽しくなってきたら打ちます、打ち続けます。で、これで、あとはおっこつくん以外攻撃してくれ、ナイス。あー、でもやばい、終わっ、危ねー、はー、死ぬ、おっこつくんが死ぬ、あー、やばい、これ定数ダメで死んじゃう。ってことはもうこれ打たないといかんわ、これも打たないといかん、ちょっと待って、これおっこつくん定数ダメージ知らない、ワンチャン耐えるか、一回耐えるか、一回耐える、頼む、おっこつくん耐えてくれ、てか攻撃受けなければ大丈夫、枯れ岸から攻撃を受けなければいけるんだけど、頼む、あー、ダメだった、いやー、これダメですね、これ 3つやりたいんで、ちょっとやり直します、これ、これやり直しだね、先制離脱0人だもんね、やっぱダメか、となるとナナミンで火力足りるっけ、これ体力なんだったっけ、ちょっと体力見ていい、体力、あ、打つない、あれ打つないっけ、これこっから、ここだとダメなのか、あー、ダメか、ナナミンのところをゆうきくんにしてもいいのかなとも思ったんだけど、そうか、おっこつくんが回復要因でしょ、だったらおっこつくんなしでゆうきくんにするか、これ外そう、これでいってみようか、で回復どうなんだろう、これでちょっといってみます、はい、おっこつくん外してゆうきくんで、
どうなんだろう。頼むぞ。わしにかな。体力ちょっと見ようか。まず体力次第では最悪ナナミン抜いてもいいのかなと思ってて、あー230じゃ無理だな。やっぱりナナミンないと無理だな。これやって気張っていきましょう。いやー気張らなくていいのか別に。ここはいや最いやキックだな。キック通常を残滓使っての対魔壁で、これでだいぶ術式は抑えれる。まあ、ここはまあ見ててごらん。さあ対魔壁打ちます。これでだいぶまあ防げはする。でナナミンのどうだこれで。いやーでも痛いな。回復はオーケーナイス。五条先生に行くのは最高で、ここであとは回復使うんで対魔壁を使い続ける。ここは対魔壁連打で、でここはもう楽しくなってきたらいいや。もう通常攻撃しても変わんない。もうなんかちょっとなんかバフ見捨てたら怖いんで、もうここは切れるまでずっと打ち続けます。痛いわね。通常攻撃がきついんだよなこれ。いやーこれちょっと賭けになってくるな正直。ここで次で切れるか。次で切れる。いやもう一旦あるっけ。頼むからナナミに攻撃やめて。できれば五条先生。いやーゆっくんはないです。いやーゆっくんはいい。いやーでも痛い。このターンか。このターン次のターンこのターンで耐えれば。あ待ってこれこっちにしよう。攻撃にしよう。で楽しくなってきた。これで通常攻撃してダメージ攻撃力ダメージ下げる。頼むから五条先生に行ってくれマジで。だーもうダメかよー。やるね。まあいいや、とりあえず入るかだけ行くわ。倒せるかだけちょっとやっていいっすか。まあいいや何でもいいよ。ちょっとこれで倒せるかだけまずやってみよう。いやーそうかー。まあ弱点だったらナナミンなしでいいかもしれんけど、いや今のちょっと惜しかったんだよな正直。回復が圧倒的に足りなかった。ブレイクするか。でブレイクしたらも勝てるもんな。これ難しいな。今なら俺でも多分これ普通にブレイクさえすればもう勝てると思うよね。うん、これでまあデバフ、まあデバフ、まあこの時はナナミンだけどね。全員来てるとすればナナミンだと思うんだけど、これでパン打ってもう一発で終わるのよ。はい、まあちょっともう何でもいいや。これ見ててごらんでいけるんだけど、一発もあの五条先生でブレイクすれば勝てるんで、あとは一体やられるか否か。ナナミン、ナナミン欲しいよな。やりたくなかったがもうこれでいこうかな。はい、すいません、もうちょっとこれだけは避けてたんだけど。はい、ちょっとジョーゴくんには、本当に申し訳ない、本当に申し訳ないと思っている。君のことはね、本当に君はすごいすごい強いと思っているよ。しかし残念ながらちょっとね、ちょっとこちらとしても限度というものがありますので、もう本当はやりたくなかった、本当はやりたくなかったんですけど、トゲくんをちょっと使わせていただきます。ねえ、大体トゲくんって4回はスタンするのよ。一応スキルマックスまで上げてるから。だからまあもう一発見ててごらんでもいいのか。もう一発見ててごらんして楽しくなってきた。まあでも念のためちょっと楽しく、ごめん。いやーでもどうなんだろうな、ここちょっと左右するかな、もしかしたら。いや左右しないと思う。ここで上げるで、もう一回やってんで、もう一回動くなするで楽しくなってきた。でもう一発一応打てるようには、一応計算して残滓組みました。でここで打ってもいいんだけど、ここじゃなくてもう一発できればこれでトゲくんが多分4回目もスタンするのよね。うん、で次から多分スタンしない。次から結構スタンしにくいから、これでこれ 30% 火力アップの必殺技を使います。これでどうだ。ハゼロ。あでも待って、今あれか、学長とナナミンの術式判定かかってなかったか。今もしかしたらどうだ。あれもしかして反映されてない。反映されてるか。どうだ、わからん。反映されてんのか必殺。これででも五条先生あと3ターンで帰るんだよな。これがどうなるかなんだが、どうなんだこれ、やばいか。能力上げする、あと2ターンでしょ。あと2ターンいける。これあれやばくない。これ上がらないかもしれん。ねじれろ、見ててごらん。あやばそう。これまずあと1ターンで倒さないといけないです。あれこれまさかダメか。頭蓋体やってこれやって、あでもほとんどスズメの涙程度か。頭角呪法を、はい、あダメだ。私からは以上です。行くぞ今です。ダメっすねこれ。
多分倒しきれない。さて、その力どの程度か見せてもらおう。手加減はしてあげるよ。動け。これで様子見かな。浅いはしまいだ。やっちゃっていいの？では教育の時間だ。決まっていきましょう。動け。そう焦るなよ。遊びはしまいだ。やっちゃっていいの？授業を始めよう。決まっていきましょう。動け。さて楽しくなってきた。遊びはしまいだ。片付け。鮭。やっちゃっていいの？授業を始めよう。ここが踏ん張りどころです。動け。来た。さあ来たぞ。これでどうだ。マックスまで上げた状態で、で残滓をこれ 10% アップ付与、残滓にしました。で上げて、で 10% これまあこれはいらないか、決まっていきましょう。でトゲ君は本当は必殺技ゲージのね、その 30% アップにしたかったんだけど、必殺技がたまらないので絶対なのでこっちにしました。でトゲ君で貯めて、これでどうだ。頼む。かなりバフは上げ続けた。これでダメだったらもう無理だぞ。もうこれ最大火力よ。頼む。いけ。よし、いけんじゃないか。これようやくいけるかも。いけるかもしれん。ブレイクしたよね。能力上げる、能力上げる。まあハゼロでもいいか。まあ、ハゼロしとこうか。で、見ててごらんでいけんじゃないか、これ。どうだ？あと、五条先生が、あと2ターン攻撃できる。2ターン攻撃できるから、はっ、いける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 、これで倒せる、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 いけたー、やっべー、めっちゃね、これね。時間かかりました。これ、大幅カットしてると思うけど、40分くらいかかった。いろいろ、あ、もちろんこの五条先生のこれ最終手段でしたね。はい、このトゲくんのは最終手段でしたけど、最初ナナミンと学長でね通常攻撃しとけばよかったんだけど、それをしてなかったですね。はい、あの最初通常攻撃してバフを3回掛けしたらいけたんだけど、それを完全にちょっとできてなくて、はい、でその後なんとかとりあえず戦線離脱0人でいければいいやと思って板取くん入れたりとか、そのまあ要は五条先生抜いてじわじわやってたんだけど、やっぱりさすがにきつくて、でトゲくんが4回スタンしてくれるっていう可能性にかけてやりました。はい、よーし、ということで全てクリアしたらなんか来る、獲得アイテム100、なんかミッションでさ達成でないこれ。はい、ちょっと待てよ。はい、このように達成して36分の36になったよ。いきますよ。なんか来る？ミッション。なんか、どう？ミッション。デイリージャンク、ノーマルだよね。あー、ないか！何もないこれ。あー、なさそう！いや、なんか全部クリアしたらさ、なんか証拠ないか、証拠。証拠あるかも、プロフィール。待って、証拠あるんじゃないこれ。証拠来てるかも。証拠？これ？まさか。クリア、いや違う、全部クリアは？全部クリア。隠しない？ないんかーい。なんか隠しでないかなーって思ったんだけど、あ、そうか、ないかー。そうでござるかー。はいはいはい。はい、というわけで、まあとりあえず今回は、強敵解雇、完全クリア、全クリですね。全てを36に、したら、まあどうなるのかってことだったんですけど、残念ながら、はい、まあそうね、何も起こんなかったけど、まあでもこれが分かっただけで僕はもう満足。よーし、完全クリアで、今後はちょっとこれね、強敵解雇で縛りプレイ入れてちょっとやりたいと思うので、なんかよかったらその縛り内容とかコメント欄に書いてください。でその縛り内容でやりたいと思います。あとコメント欄の方でもなんかその呪物収集とかでそのなんかレアキャラのみとかこの構成でやってくださいとかあれば、よかったらコメントしてくださればやります。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。やったー！めっちゃ疲れた！じゃあ皆さん、お疲れ様さ！バイバーイ！はぁ。